あれですもんね、痩せてもそういうのって治らないですもんね、皮膚の。ああ、残るって言うよね、結構ね。痛い、超痛い。ここ、痛い。ここね、ここ、ここ、ここ。痛いよ。家でやった時はくすぐったかったんでしょ、足。そうです。こうする。くすぐりに、くすぐりに、でも大丈夫、こうだけ。あー痛い、それは痛いです。これだとくすぐったくないから。あでも足やと、足つぶんときはそんなくすぐったさはなかった。うん、なかった。痛いでしょ。痛い、痛いけど。痛い、太ももはでもすごいですよね、手伝いと。うん、中学生ぐらいに知り合いの方に質問もんでもらってたけど、すごく柔らかくなって、たるんたるんみたいな。その時からこういう体験してるんです。あ、じゃあもう昔からの。そうですね、お付き合いなんですね。うん、この体験本当ずっと小学校、高学年くらいと、ちょっとこんな感じ。そうですね。高学年の頃じゃないか。でもなんか、もともと痩せてた足が、痛い。うん。ああ。いや、痛い。痛い、痛い、痛い、痛い。ここはそうだね。そっちはでもあれですか。プニプニ、うん、プニプニしてね。まあ筋肉もあるけどね。ダイエット向けのコースになっております。ぜひぜひ本気に痩せたいので。そうだね、あとやっぱりこまめにストレッチした方がいいよ。うん、あ、肩はなんか結構やるんですけど、毎日ぐらい。うん、他のところはしないですね。痛い、うん、ここはね、はい、基本痛い。痛い、普通の人でも。うちも、うちもはね。
閉めたいですけどね、痛い。あでもなんかそどうなんだろう、痛い、そこ肉っぽい、ここも痛い、なんかこう表面が痛いか奥が痛いかみたいな、わかりますよね。痛い、あ痛い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 、ない気がしますね。それだとやっぱりね、甘えちゃうから、ぴっちりしないと。そうなんですよね。痛い、分かってて、体型隠すのにゆったりした服着ちゃう。どん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 逆効果になって、痛い、なんかお肉が締まってすごい動きづらいです。ああまあ確かにね、うん、パツパツだとね。すごく痛い。あでも柔らかさが、全然柔らかさが違う。うん。触られると分かるよね。分かりますね。この辺とか。ああすごい。じゃあなんかふにょんって感じ。出すから耐えられる。あI don't know.